高校の頃の友達、女が、家はリッチなのに、わがままで生き物嫌いで、平気で人をバカにする不良娘だったんだけど、ほんの数週間で変わり果ててしまった。当番でも掃除とか絶対しないし、バス降りるのに孫ついてるおばあさんに、でかい声で悪口を浴びせたりするひどい人だったのに、彼女の母親が、カラスのヒナを拾ってきて保護飼育することにしてから、人が変わっちゃった。最初は、カラスのヒナを、汚いもののようにいやいや扱ってたけど、久しぶりに、彼女の家に遊びに行ったら、カラスのヒナの糞を平気で掃除したり、飼い主しくご飯あげたりしてて、すごく可愛がってた。カラスの糞とかためらいもなく掃除してる彼女に嫌じゃないの？って聞いたら、毎日、私がご飯あげてるから、この子が何を食べてるかなんて分かりきってる。どうせ、元は、鳥用フードだし、全然気にならない。だって、あんなに小動物を嫌ってたのに、すっかりカラスラブになっちゃって、カラスの話ばっかりするようになって、人の悪口全然言わなくなっちゃったの。見せてもらったカラスのヒナは、すんごい可愛くてあったかくて、あと、頭が良かった。私のカラスに対する考え方も変わっちゃったよ。確かに、あれと触れ合ってたら、メロメロになるわな。あと、カラスの長いくちばしは、先っぽまであったかい。眠い時は、特にポカポカになってる。マジでいろいろ衝撃的な体験だった。